こんにちは、バナーレンタカーの石ちゃんです。本日は、先日ミーがこのバイクに乗っていたの、ミーがのこのバイクに乗っていたので、今日は私もこのバイクを乗って楽しんじゃいたいと思います。早速乗ります。このバイクの使い方や詳しい機能は前のミーの動画で言っているので、そちらを見てみてください。それでは早速行っていきます。すごいだろう。楽しい。なんか雨降ってきた。乗ってみて思ったのは、エアサスがないので、お尻がちょっと痛いです。なので、でこぼこした道だとちょっときついかなって思います。長距離には向いてないと思うので、ちょっとなんて言うんですか、いい景色を求めてちょっと走らせると、も車で持ってってとかで、ちょっと降りて、その景色を見ながら走るとかがとてもいいと思います。ボサボサ。はい、乗ったんですけど、私は1分で満足しちゃいました。最初は難しいかなって思ったんですけど、バランス力っていうかがあれば、まあすぐ意外と乗れちゃったので、男性の方はもちろん、女性の方も簡単に乗れると思うので、ぜひ皆さんも、レンタルしてますよね、ぜひ借りてみてください。Uber Eats や Volt をやっている方にも、こちらのバイクとってもおすすめなので、ぜひ借りて私の家まで届けに来てください。本日も動画を見ていただきありがとうございます。これからも皆さんに楽しんでいただける動画をお伝えしていきますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。